特権階級に根ざした自民党政権にノーを突きつけましょう。今こそその時です。それではお願いいたします。既得権益をしっかり貪ってきた、そういう方々と私たちは決別をし、彼らを悪いけど退場させる、これが私は立憲民主党の今回の使命だと思っています。1枚2万円のバーディーを買ってきてる、貸してくれるのは大企業なんですよ。何十枚何百枚買ってくれる、でもパーティー券を貸してくれない一般の方々や中小企業の方々がですね、全く自分を食べたりは見えない。だから予算も大企業こんだけやったらですね、中小企業こんだけ、一般の方々もこんだけなんですね。これはまた10年20年続くんですかと、全く賃金が上がらなかったから経済を停滞していた。最低賃金をまず上げていく、最低賃金を上げればですね、普通の賃金の方も当然上げ圧力がどんどん出てくるんです。政策吉野氏のお願いでございます。食料品については消費税をかけない、その仕組みを作ってまいります。お願いでございます。お疲れ様です。出発していきます。皆様の働き学校の皆様お住まいスエマツール